全部先物買いしてっちゃう。買ったーっつって。来ちゃうんですね。まあそれだってお金パンパンパン。そこでまた美術評論家っていうのが非常に重要な役割を持つっていうことにいち早く気がついたわけだよ。印象派は割とね商売としてこれはいけると思って支援してたんだけど、好きなのはドラクロワとかなんですよ。さすがに経営傾くんですよ。で1865年、34歳の時にお父さんが亡くなって本格的にこの人が画廊を継いでいくことになるわけですよ。で早くもこういろいろ才能を発揮し始めるんですよ。でこの人がまずやった新しいことの一つっていうのが、さっき言ったその国の展覧会のサロンが開かれる前に、まあ、当然いろんな画家がそのサロンに出す作品を描いてるわけじゃん。画家のアトリエ訪ねてって描いてる途中でこれいけそうだっていう作品があると先物買いしちゃうの全部。めぼしい作品をねサロンに出す前に全部先物買いしてっちゃう。買ったーっつって。できちゃうんですね。まあそれだってお金パン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 これ新しいですよ。何が新しいですか。国の権威で価値を決めてもらう前に自分の目でして投機ですよね、していくわけですよ。これはいけると思ったものに。で同時にもう囲い込んじゃうわけですよ、いけそうなアーティストは。これはもう未だにみんなやるでしょ。集英社さんとかがよく漫画家さんにやるやつですよ。はい、目星漫画家さんはもうあっという間に囲い込んで懐に、うん、でその間食べさせてあげるからみたいな、うん、このもう早速始めてるんですよねこの人ね。そこはまず一つ新しいよね。先物買いをして囲い込むっていうのが一つ新しい、うん、もう一つ新しいところ、1869年に美術評論家のエルネスト・フェイドゥっていう人がいるんだけども、この人を編集長に迎えてで美術雑誌を出すんですよ、うん、国際美術および骨董評論っていう、これメディアを持ったわけですよ。だからメディアを駆使して自分が扱う画家や作品をプロモートしていく。そこでまた美術評論家っていうのが非常に重要な役割を持つっていうことにいち早く気がついたわけだよ。さっきも言ったように印象派の作品どこがいいんですかみたいなことっていうのは評論家が言ってってくれるわけでしょ、うん、でみんなあちこちの評論家が言い出すことでなんとなくいいんじゃねえの、うん、みたいな空気ができてくるわけじゃん。だからその美術評論家人脈を抑えていく、そのためにも雑誌があった方がいいわけですよね。原稿頼みに行っていろんな人に書いてもらうっていう、だからメディアの力とそれからその評論家っていうものの力っていうのをいち早く見抜いて自分でそのメディアを駆使して扱う作品や画家をプロモートしていくっていうことを始めるんですよ。これも早いんですよ。で1870年その雑誌出した次の年に出会いが訪れるんですよね。1870年、何があったっけ。もうこれこのチャンネルでも何度も出てくるんで、1870年、わからないですね。普仏戦争、フランスとプロイセンの戦争があって、まあ、フランス負けるんだよ。でその後パリコミューンの乱とかあったりするんだけど、でその時にこの人は戦争を逃れてロンドンに避難するんだよ、はい、でロンドンにもギャラリーを開くんだよね、うん、で同じようにロンドンに逃げてきてたやつらがいるんだよ。それがモネとピサロなんだよ、うん、でバルビゾン派のドービニーっていう画家がいるんだけれども、そのドービニーもロンドン来てて、でドミニーはモネとかピサロとかと知り合いだから、今フランスからね若い画家が来てるんで紹介するよとかって言って、でモネとピサロに出会うんですよ、うん、でピンとくるんですよ、こいつらのやってることはこれから来るんじゃないだろうかと。で1872年にフランスに帰ってから、そのモネとピサロが自分たちの仲間ルノワールとかシスレとかドガとかそういうのをこの人に紹介するんですよね、うん、でちょうど同じ年、これはまた別口なんだけど、ある画家のアトリエでマネの作品を見るんですよ、うん、でこれもいいと、うん、でもうその場でその画家のアトリエにあったマネの作品買っちゃって、うん、で次の日にはもうマネのアトリエ行って、うん、でそこにあった23点全部買って帰ってきた。
23点全部買ったけど3万5000フランだって言うんだよ。これ安いんだよ、うん、この時点72年の時点でも早朝の昼食とかオランピアとかで散々有名になったマネだけど、まだそんな扱いなんだよ、うん、マネごっそり買ってきて、で、まあ、後に印象派になるモネ、ピサドル、ノワルシスでドガヤなんかの作品をごっそり買う。それでこれはロンドンで先に売った方がいいんじゃないかと、パリのサロンは保守的だと、ロンドンの方が新しいアートを認めてくれるんじゃないかって言って、72年から75年まで4年連続でロンドンで展覧会やるんだよ。だけどそんなに売れないんだよね。でその仲間たちは仲間たちで1874年に第1回印象派展を開くじゃない。だけど大失敗なわけですよ。全然売れなかったわけですよ。それで仲間たちで作った組合もいきなり解散しちゃって、どうしようってなってた。それでこの人がじゃあわしが何とかしようっつって金出して自分の画廊を提供して第2回印象派展が開かれたわけですよ。でこの第2回印象派展に出た作品が、あの有名なルノワールのこの終作「陽だまりの中のラフ」、これがだから紫色の紫斑が出てるって叩かれた絵ですね。それから俺の大好きなモネの散歩、日傘を持つ、シスデの代表作ポール・マルリンの洪水、それからこの俺たちのドガのバレエの教室、このもうそうそうたる作品が出てるんですよ。第2回印象派展全然売れないんですよ。あかんとなったわけですよ。しかもデュラン・デュエル先生はその印象派やってるだけじゃないんですよ。印象派は割とね商売としてこれはいけると思って支援してたんだけど、好きなのはドラクロワとかなんですよ。古典的ですね、うん、で1855年のパリ万博で見た憧れのこのサルダナパルの詩、これが売りに出たんですよ、はい、でこれはっていうんでこれ9万6000フランで買ったんですよ。マネの23点の3倍の値段、マネ70作品分ぐらいの値段でこれ買ったりとか、あとミレー、バルビゾン派の中でミレーがどうも値上がりしてきてるっていうんで、ミレーも総額39万フランまとめ買いとかやってんの、同じ頃に。でその挙句に第2回印象派展全然売れずだろ、さすがに経営傾くんですよ。なんだけどここで負けちゃいかんって頑張って、で有名な7鉄則っていうのを掲げるのね。でその時にデュラン・デュエルが立てた7つの鉄則っていうのが、1、他の全てに優先して美術を守るべきだと、まあ、どんなに暮らしが苦しくてもね、そこは頑張らんとあかんみたいな。で2、作家とは独占契約を結ぶべし、囲い込みですよ、うん、で3、自前で展覧会を開くと、サロンに頼ってちゃダメだと、国のサロンに自分とこの画廊で展覧会を開いていかなきゃあかん。それからこれは早いなと思うんだけど、画商の国際ネットワークを作らなきゃダメだと、フランスだけでやってちゃ、だから自分ロンドンでやってるやな、だから英仏だけじゃなくてドイツとかいろんな国際ネットワークを作っていかないとダメだ。で5番目は画廊と自宅はね誰でも出入り自由にすべしである。へどこに才能がいるかわからないし誰が買ってくれるかわからないと、だ常にそこはオープンにしておこうと。で6番目がメディアを駆使して作家をプロモートすべしだと、作家を自分が抱えるだけじゃなくってその作家を売るためにどんどんメディアを使ってプロモーションやっていくと。で7番目、美術界と金融界を結びつけろって言ってる。やっぱ金だと。この7鉄則今でも有効な教えなんですよ。だからもう言ってみればこれ画商の近代化宣言と言ってもいいぐらいの話なんですよね、はい、というわけで山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか YouTube らしいんでですね、皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなと、ちょっとでいいですよ、湿度にして 1% ぐらいとでも潤ったなと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤うということなんでよろしくお願いいたします